はい、どうも皆さんこんにちは。 Excel のプロ、マイクロソフト MVP のおさでございます。本日は議事録の取り方の極意ということで、ビジネスプロフェッショナルが集うユースフルで実際に使われている議事録のテンプレート大公開しちゃおうという企画になってます。うちの会社には外資コンサル出身の人間がいるんですが、彼が実際にね、前線で使っていたものをうちの組織全体に浸透させて、チームメンバー全員が同じような議事録の書き方をしています。で、これをやることで結果的にビジネスの成果が上がるようになっていくんですね。今日の動画を見るメリットを先に伝えるために、議事録の成果のところをお話ししておくと、例えば営業の商談ですね、クライアントとお話をして、こうこうこういうことが決まっていきました、で次回ネクストアクションはこういうことをしていきましょうみたいなことを議事録にきちんとまとめて、こちらから先方に送るっていうことがスピーディーにできるようになると、これがね、商談後、10分後、20分後とか、そんぐらいのタイムラインでできるようになると、先方はですね、ものすごく安心感を覚えます。まず共通認識、きちんとね、お互いに話し合ったこと、事実に齟齬がないかっていうのを確認できますし、次誰が何をやるのかっていうボール持ちをその場で確認することができる。結果としてね、商談がその場で終わるんじゃなくて、きちんともう次のアクションお互いに合意してるんで、商談がどんどん、まあ、上がっていくんですね。で、テキストベースで起こしておくと、その後のね、振り返りも簡単ですし、こういったところを徹底できるかどうか、議事録を書く若手がきちんとこういう凄さを理解しているかどうかっていうところがポイントになってきます。というわけで本日はですね、議事録を書く若手がこういったですね、議事録の凄さ、ポイントみたいなところを理解しているかどうかがポイントですので、今日のこの動画ぜひですね、周りのメンバー、周りの後輩とかにね、共有してあげてください。というわけで本日もスペシャルゲスト講師ですね、うちの社内におりますコウキ君でございます。アクセンチュア出身で、今はですね、うちのスキル事業の開発マネージャーを務めております伊藤コウキ君でございます。ぜひですね、彼からいろんな学びを吸収して、本日の議事録の取り方の極意学んでみてください。ユースフルではですね、キャリアアップ、スキルアップにつながるようなたくさんのお話しておりますので、この時点でぜひチャンネル登録、ベルマークのクリックをよろしくお願いいたします。それでは一緒に学んでまいりましょう。よろしくお願いします。ユースフルでは皆さんの人生が変わるような本の一覧ご用意いたしました。ぜひ概要欄の URL チェックしてみてください。こんにちは、ユースフルのコウキです。本日は議事録の書き方とコツについてお話ししていきます。ところで、今新人や若手社会人の皆さん、上司の方から突然、じゃあ今日の議事録よろしくね、なんて議事録作成係に任命されることはありませんか？そして任命されたもののメモがうまく取れないであったり、作成した議事録の内容になかなか上司が納得してくれないと悩む方は少なくないかなと思います。実際私もそうでした。私自身はアクセンチュアという外資系のコンサルティング会社に勤めていたのですが、入社当初はボロボロで、上司からの議事録レビューは常に添削の赤ペンチェックで真っ赤っかでした。しかし何十枚何百枚と議事録作成を繰り返す中で、少しずつコツをつかんでいくことができました。議事録は構成や書き方のちょっとしたコツさえつかめれば、誰でもクオリティの高いものが書けるようになります。動画の最後には実際に私が今ユースフル株式会社で活用している議事録フォーマットもご紹介するので、ぜひ最後までご視聴ください。それではよろしくお願いいたします。まず大前提ですが、議事録を作成する目的は大きく2つあると言えます。1つ目は出席者同士の認識齟齬の防止です。2つ目は非出席者への情報周知です。まず1つ目について、会議中すり合ってたと思っていた認識が実はずれてしまっていて、後で問題になるということは非常によくあります。1つ例を挙げると、例えばシステム部門の課長 A さんが、来週までに進捗資料の〇〇をバツバツに修正しておいてね、なんて依頼をエンジニアの B さんにお願いしたとします。 B さんは、はい、わかりましたと答え、会議は終わりました。しかし課長 A さんが確認すると、翌週進捗資料は何も更新されておらず、 B さんは課長 A さんからこっぴどく怒られてしまいました。これは典型的な認識齟齬の例だと言えます。 A さんの言う進捗資料とは週次の進捗資料だったんですが、 B さんは月次の進捗資料だと誤認識しており、誤った成果物を修正してしまっていたのです。ここでもし B さんが議事録を作成し、to do として週次進捗資料を修正すると記載していれば、その時点で課長 A さんからの指摘をもらうことができ、今回のミスは発生していなかったはずです。
このようにプロジェクトを円滑に進める上で認識錯誤を防ぐことは大きな意味があります。その手段として議事録は非常に有効であるわけです。ちなみにこの認識錯誤を防ぐためには最低限決まったこと、決まってないこと、to do の3つをすり合わせておくと良いです。それぞれの具体的な説明はまた後ほどします。続いて2つ目ですね。2つ目は非出席者への情報周知です。議事録を確認するのはまず出席者だけではありません。当日の会議欠席者であったり、過去のプロジェクト経緯を遡るために他のプロジェクトメンバーが閲覧することもあります。そのため初見の人が見ても内容が理解できるような品質を担保しておく必要があるわけですね。ちなみにですが、この過去のプロジェクト経緯を遡ろうとしたときに、議事が残されていないと大問題に発展するケースがあるので注意です。例えば、システム開発で発注者と受注者側で仕様に対する認識齟齬が発生したまま時が経過してしまい、議事録にも詳細が残されていなかったというケースだったんですね。そうなると、言った、言ってないの水かけ合戦になってしまって、最終的には裁判まで発展したなんていうケースも聞いたことがあります。特に大規模プロジェクトや社外と行う会議ではそこに気をつけておきましょう。そんな議事録ですが、作成完了までには3つのプロセスを踏みます。 1. 事前準備、 2. 会議参加、 3. 議事録作成です。これらに対しそれぞれポイントをご説明していきます。議事録のスピードと品質を高める鍵は事前準備になります。事前準備では次の3つを確認すると良いです。 1. 会議目的の確認、 2. 会議アジェンダの確認、 3. 会議出席者の確認。順番に説明していきます。まず1つ目は会議目的の確認です。会議には必ず目的があります。その会議は何のために開催されていて何をゴールとしているのかを必ず事前に確認しておきましょう。目的を理解しておくと話の内容も頭に入ってきやすくなるのでメモも取りやすくなります。二つ目は会議アジェンダの確認です。これは一つ目にも関連しているのですが、会議の目的を達成するためにそもそもアジェンダは存在しています。各アジェンダにおける話の論点を事前に把握しておきましょう。また、不明な単語があれば事前に調べておきましょう。そうすることでスムーズに会議に入れます。三つ目は会議出席者の確認です。議事録を作成する上で誰が発言したのかは必ず押さえておく必要があります。特に初対面のメンバーが多い会議では名前を把握するだけでも一苦労になるので、事前に名前、所属、そしてその人の役割まで確認しておけると良いです。議事録担当であるあなたが会議でやること、それはメモを取ることです。とにかくメモを取ることに集中してください。会議では複数人のメンバーが発言しているため、メモなしでは 5W1H のような重要事項を全て記憶することはできません。慣れないうちは全ての会話内容をメモしておくと良いです。しかしこのメモも意外と難しいものです。というのも会話内容がそもそも理解できないであったり、会話が早くてメモが追いつかないといった問題にぶつかってしまうからです。そんな問題に対し私が実際にしていた工夫を3つご紹介します。まず一つは日本語を省略してメモすることです。こうすることでメモの時間を短縮できます。具体的には経営企画部を経域と略したり、プロジェクトマネージャーを英語で PM と略したりしていました。所詮メモなのでこの略語は自分が分かれば何でも OK です。二つ目は予測変換機能を使うことです。予測変換機能とは皆さんご存知の通り、キーボードで何文字か入力した場合に変換候補を表示してくれるあれですね。この予測変換ですが、単語登録機能というものを使えば自分専用にカスタマイズすることができます。それでは実際に画面共有でご説明していきたいと思います。それでは実際に画面共有で単語登録機能をご説明していきます。まずは右下の日本語で A、英語で A と書いている部分ですね。こちらを右クリックして IME オプションを開きます。そして単語の追加ボタンをクリックします。そうするとこちらの単語登録画面が出てきます。この登録ではとある単語に対して自分オリジナルの読みを設定することができます。例えば今皆さんがご視聴されているユースフルチャンネルに読みを設定するとします。まずユースフルチャンネルって結構打つのめんどくさいですよね。これを議事録で書くってなると、ここを書いてる時間に取られてしまって他のメモが追えなくなってしまうっていう問題があります。そこでここの読みに対して、例えばこのユースフルチャンネルの名前を U と定めます。ここで登録をクリックすると、わざわざユースフルチャンネルと打たなくても U と打ち変換を押すと、もうユースフルチャンネルっていうのが自動で出てくるんですね。
こうすることによって無駄なこう単語のタイピングの時間が削減できるっていうメリットがあるっていう形です。特にこう単語の入力がめんどくさいような品種単語っていうものを自分オリジナルの読みを設定しておけば、時短で文字入力をすることができるっていう話になってます。そして3つ目は Excel でメモを取ることです。これは意外とやられない方が多いのかなと思うんですけれども、メモを取るのがすごく苦手だった僕が行き着いた一つの方法だったりとかしています。今画面共有で写しているんですけれども、僕はいつもこのフォーマットを使っていました。整理していた項目が3つで、誰が人、そして議事、会話内容で、3つ目が決定事項、課題、トゥードゥという議事録のポイントとなる要素ですね。でこれらを Excel の方眼でまとめていました。この形式でやると何がいいかというと、メリット2つありまして、1つがこの人、議事、重要事項、この3つがしっかりと横の行で紐づいた状で整理されて書けるっていうのが1点で、もう1つが入力の手間が省けるという話です。どういうことかというと、ここ今 A 列と E 列にそれぞれ文字列を適当なものを入れてるんですけど、そうすると OR と下矢印ですねを選択すると、上にあるものから人を選択できるんですね。なので事前に上に3箇所書いておけば、入力しなくても OR と下矢印で佐藤さんって選択して、例えば先ほどの例で挙げた進捗資料の更新を来週までにお願いしますみたいな、っていう話があり、次のメモでこれが田中さん向けだとしたら承知しましたってやると、今度はここの部分でも決定事項トゥードゥ課題の中からリストして矢印キーで選べるんですね。で次の話も例えば、中田さんが喋ってほにゃららほにゃららみたいな、で今度は加藤さんが下矢印キーオールとして矢印キーで加藤さんが喋ってほにゃららみたいな。でここが決定事項になるのであれば、また矢印、オールとして矢印キーで、決定事項みたいな形で、 B 列と D 列はもう、入れる内容が決まっているので、コマンドで、オールとして矢印キーでリスト選択でできる。そういった形で無駄なタイピングもしなくていいですし、まあ、構造的に整理できるっていうことで、僕はこのフォーマットを事前に準備して、こちらでメモを整理し、ここを議事録に起こすという作業をしていました。これかなりおすすめなので、ぜひ活用してもらったらいいかなと思っています。はい。ここまで説明した事前準備と会議参加の注意ポイントを意識することができれば、議事録を作成する上でのインプットはすでに揃っているはずです。アウトプットとして議事録を作成する上で最も大切なポイントは、基本構成を理解の上、いつもその型に当てはめて議事録を作成していくことです。今回はそんな僕のおすすめの型を当てはめたフォーマットを紹介していきたいと思います。このフォーマットは冒頭で申し上げました通り、今私が在籍しているユースフル株式会社で実際に活用しているフォーマットになっています。それでは画面共有で実際に議事録フォーマットをご紹介していきたいと思っています。この議事録では大きく4構成になっています。一つ目が会議情報ですね。こちらについては主に会議の前提となるような、まあ、5W1H に該当するような情報を記載しています。日時、アジェンダ、出席者、場所、配布資料ですね。まあ、これを見ることによって、まだこの会議に参加していない方も、どういう前提で会議が行われたのかっていうのがわかるっていう形になっております。で次が決定事項です。ここがすごく大切で、こちらについては会議の参加者が最終的に結論として何を合意したのかという内容を記載する内容になっています。今回の例で言うと、アジェンダの方に陽太幸喜の業務範囲の確認というアジェンダがありましたので、まあ、このゴールが業務範囲の確定ですよね。そこで最終的に確定したのが、今後陽太がライター業務、幸喜は SEO 対策業務に専念するというふうな決定事項が参加者間で合意された。それが決定事項になったという話になっています。で、三つ目が課題 to do ですね。で、まず課題については、決定事項が決まったことであるとすると、課題は決まっていないことになります。このシャープ2番で言うと、3月の作成予定期日数に対し、執筆できるライターの人数が1から2名ほど足りていない。要は、あと1から2名ほど調達するような準備ができてない。まだ決まってないことっていう話ですね。なので、今後のプロジェクト課題として、課題という分類で1事業を追加している状態になっています。で、次が to do。to do はシンプルに next action ですね。その会議の中で出てきた次やらなければいけないこと、直近やらなければいけないことっていうのを to do 化して記載してるっていう状態です。
よく混同されがち、かつ質問を受けることが多いのが、決定事項と to do の違いがわからないであったり、そこを混同してしまう人が多いんですけど、ここは決定事項をもう中長期で確定している内容、 to do が短期でこなさなければいけないタスクっていう風に認識してもらえると少しわかりやすいかなと思うので、それは少し頭に入れておいてください。で、最後が、その他共有事項ですね。で、こちらについては、議事録のフォーマットではもろもろあるんですけど、例えば、私がコンサルに在籍していたシステム開発のプロジェクトとかであれば、ここは備忘録として会話の流れですね。決定事項や、トゥードゥがどのような形で生まれたのかっていうところで、まあ、A さんが〇〇と喋りました。B さんが〇〇と喋りました。それがトゥードゥですみたいのを全て書いていたんですけど、これはケースバイケースかなと思っていて、そこの書籍が残す必要性があるようなプロジェクトであれば、書いた方がいいと思いますし、今回のような私のようなベンチャーの企業であれば、そこまで書籍を残す必要性はないので、簡単に主要なその他共有事項だけ記載しているという形になっていますね。ちなみにここで言うと、決定事項の1がどういう経緯で決まったのかっていう内容をその他共有事項として書いているっていう形になってます。はい、以上です。それでは最後に今回のポイントのおさらいをしていきましょう。まず、議事録作成の目的は2つとご説明いたしました。一つ目が出席者同士の認識齟齬の防止です。もう一つが非出席者への情報周知です。その上で議事録作成におけるポイントを3つのプロセスに分けてご説明しました。一つが事前準備のプロセス。二つ目が会議参加のプロセス。三つ目が議事録作成のプロセスです。各プロセスにおけるポイントについてはこの場では割愛しますが、ぜひもう一度復習して学習しておいてくださいね。それでは今回の動画はこちらで以上としたいと思います。See you next time. Bye bye. はい、というわけで本日いかがだったでしょうか。議事録の取り方の極意ということでね、ぜひ皆さんの明日の業務に生かしていただきたいので、早速実践してみてください。で、動画を見てるとね、忘れちゃうよという方、たくさんいらっしゃるかなと思います。こういった方向けにね、僕らとして、どういうような勉強法をすると、皆さんの日々の働き方に直結するのかみたいなところをね、サイエンスしてたりもします。そういった動画は過去に撮ったものありますので、ぜひですね、この概要欄の方の URL 覗いてみてください。そこに関連動画貼っておきます。ブレンディットラーニングとかね、新しい学習のモデルを僕らは試してますし、かつ勉強法に関してもどういう風にしたら自分の脳に定着率が高くね、こういった動画の学びが吸収していくのかっていうところも僕らとしてサイエンスしながらこの発信を続けてますので、そういった勉強法に関する動画も上がっております。ぜひぜひ覗いてみてください。というわけで本日は議事録の取り方でしたね。若手の社員がねメインに進めていくような業務かなと思いますが、非常にビジネスにおいてはこのスキルセット高い人ほど有利です。ですので一生懸命ね今日の学び生かしていってください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。 See you next time. バイバイ。ユースフルでは皆さんのビジネススキル、テクノロジースキルが伸びる、人生が変わるような本の一覧ご用意いたしました。この本めっちゃ役に立つよね。なんで教えてくれるのというぐらいね、驚くぐらいの情報が乗っかった本のリストですので、ぜひね、ユースフルのメルマガ情報、最新の情報と合わせてダウンロード登録よろしくお願いいたします。概要欄チェックです。